こちらが電気を小分けにして持ち運ぶモバイルパワーパックです。バイクや小型モビリティ、働く機械の原動力として使ったり、家に蓄電したり、いろいろな使い道があります。こちらはモバイルパワーパックの充電交換ステーション。例えばバイクで街中を走っていて電池が少なくなってきたら、こちらのステーションに来て満充電のモバイルパワーパックと交換してまた走り出すことができます。モバイルパワーパックは皆さんのお家でも使えるよう研究開発を進めています。またこちらはホンダパワーストレージ E といって、モバイルパワーパックを自宅の蓄電池として使うシステムです。太陽光発電や風力発電は地球に優しいのですが、天候や時間帯によって発電量が大きく変動するので活用を広げるのが難しいところがあります。家の蓄電池にしたり、さまざまな機器に使われてモバイルパワーパックが広がると、たくさん発電された時にはモバイルパワーパックに蓄電され、発電量が足りなくなった時はモバイルパワーパックの電力を使うことで発電量と電力需要のバランスを取ることができ、再生可能エネルギーの活用拡大にも貢献できます。モバイルパワーパックは働く機械の動力にもなろうとしています。例えばこちら、小松さんと共同開発しているマイクロショベルです。他にもいろいろな企業様とさまざまな機器の動力源として使おうと共同で研究開発を進めています。またこちらのホンダパワーポット E を使えば、持ち運ぶ電源としていろいろな使い方があります。いろいろな形で皆さんの生活にモバイルパワーパックが溶け込むのももうすぐです。ぜひご期待ください。